くい、えっくい、えっくいわ、これ。やばいやばい。あなたが思うより瀕死です。わーおこれは多分絶対健康診断引っかかるな。健康診断引っかかるかじゃねえんだよ。どのタイミングで決めんだろうね、それ。自分がどの専門のお医者さんになるかって。前テレビで就職するときって。じゃあ学校の時点ではみんなブラックジャックになりうるんだ。ちなみにブラックジャック無免許だから俺らでもなれるかな。場所わかんなかった。名乗った時点でブラックジャックみたいなとこある。免許なし一団結成するか。免許なし。捕まるぞ。楽しいコメントにしましょう。政治宗教の話しなきゃ別に何もいいからね。日経平均株価の話だったらいいからね。今日の日経平均はなかなかだった。今日は株式市場閉まってんだよ。なかなかじゃねえんだよ。そういえばさ、地球っていうか地面真下にずっと掘ってったらさ、どんな重力、どんな熱にも絶対に耐えれる状態で下にずーっと掘ってったらさ、地球のど真ん中到達した時点で浮くのかな、体って。ブラジルに出るぞ。それ何回も考えた。重力で中心から動けなくなるよ。仮説の話否定するやつはバカ。仮説の話否定するやつはバカ。地球のプレート破壊するなおじさんも出てきます。確かにな、勝手に地球のプレートを壊されたら困るもんな。そりゃそうだ。地球の代弁者、指定人だけどやめてほしい。指定人だけどやめてほしいと思います。えっくいわ、これ。やばいやばい。あなたが思うより瀕死です。やっぱりやっぱり死ぬ死ぬ死ぬ、ガチ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 。プン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 、わお。両手ないなった。帰ろう。思ったより不健康。いや、もう不健康なんてどころじゃねえ。だってシャンクス腕が、いや腕どころじゃねえ。このシャンクス両腕いかれてる。人参とせタンスの角に指をぶつけただけで死ぬな。もうアンパンで終わる。これは多分絶対健康診断引っかかるな。健康診断引っかかるとかじゃねえんだよ。人間ドック行ってまいじゃない俺。腕生えてきた。腕復帰した。こいつブラックジャックだよな。自分で自分手術してさ、でそれで腕直すわけだからさ。回復来い。出てきた山賊対象説と海王類はその来たー。来たー。竹八重か。へぇー。アーマー削れていない不思議。へぇー。飛んでなかったのに手術は神業すぎるな。マジか。熱い。おう。やばすぎる。ガチやらすじゃんこれ。医療系の仕事はブラックジャックよ。粘いてるてマジ。キラキ出た。例えばなんかお医者さんのショート動画で、ブラックジャックみたいなお医者さんって本当に存在するんですかっていう質問があった時の回答、ちょっと面白かったな。ブラックジャックみたいなお医者さんって本当にいるんですかっていう質問に対して、お医者さんはたくさんいるので、別に一人が全部できる必要はありませんって書いて、めっちゃ面白かった。マジ大好きだったあれ。質問してた。わらわら。うさ、確かに。そうなんだよな。的確なコメント。そうなんだよ。わらわら、冷静で的確すぎて一瞬で理解できたわ。なんか仮に質問ですが、何でもできるって言われているお医者さんと、これだけを専門にずっとやってきたっていうお医者さんだったら、どっちの手術を受けたいですかって。昼間で治してるよブラックジャック。なるほど。なんならあの子もするしな。まあそういうことなんね。どのタイミングで決めんだろうね、それ。自分がどの専門のお医者さんになるかって。医科大学進んだ時点でそれはもう決めてんのかな。前テレビで就職するとき、あ、そうなの。あ、じゃあ普通に学校では全部習うんだ。なるほどね。じゃあ学校の時点ではみんなブラックジャックになりうるんだ。ちなみにブラックジャック無免許だから俺らでもなれるかな。場所わかんなかった。名乗った時点でブラックジャックみたいなとこある。免許なし一団結成するか。免許なし捕まるぞ。人を失な。お前に理解を。善良な人の予定も捕まるぞ。ゴミ集団じゃねえか。なぜ撃ちました。リアルしのげかい。人を救いたい気持ちに免許は関係ない。支援します。民間療法しかしなさそう。でも免許医者は東京行くいる野ぐ医者集団。わら、技術より気持ちが大切。想像すればするほどじわじわくる。なんか集合写真とかでみんなこうやって吐く息でこうやって写真撮ってんのかなとか思うとめちゃくちゃおもろい。こいつら全員免許ないんだ。こいつら全員免許ない。免許なき医師団はやる気がある無能の集団なんやろな。ナイス。わらわら。見た目だけは超一流。面構えだけ一人前。わらわら。米印この人たちは医師免許がありません。ただのコスプレ集団。地元なき医師団。だってただのコスプレなんだよ。ただ死の基調との合わせコスなんだったそれ。写真の右下に注釈入れなきゃ。
大体死ぬからクレームも来ない。ビッグサイトを拠点に活動してそう。遺族も殺してる。ただの白衣着てる一般人集めればできるお手軽。口だけ縫い合わせんな、わらわら。医者が話しかけても興味深いとしか返してこない。先生となんとなき医師団、そう最終の時点です。それ違う。それ数学者だ。ここまで机上の空論なの好き。診察で一番最初にあのアキネーターを指してアキネーターで診察してそう。じゃあ一旦これでアンケートを受けてくださいっつって熱はあるっつってもしかして38度以下もしかして頭痛はある部分的にそうアキネーター良くない？医療でアキネーターいいんじゃないの？最初にアキネーターである程度その人の症状を把握した状態で診察始まったらめっちゃ簡単に診察始まるんじゃない？いいじゃん。良さそうだぞアキネーター。石ネーター作ろう。石ネーター3ヶ月以内に薬は服用しているとか。それが問診用。問診用だと難しいから石ネーターにしよう。免許なき医師団は問診論にてもわからん。病状ググレカスとか言いそう。最終的に実に興味深いしか言わない。数学者メーター作ろう。日本じゃやってないけど韓国は確か愛診断で受けたこと証明で薬倍いかれる。あ、そうなんだ。部分的にガン。笑いねえけどせただのガンだそれ。おかえり。部分的じゃないガンってなんだよ。社会のガンも見てます。脈はある？脈はあなたは社会のガンです。社会のガンのベラの悪口。脈はあるわ。脈はあるわ。外科医が手術中に聞いてるやつじゃん。やだろお前。外科医がアキネーターしながらお前手術してるやだろ。部分的にさーってなった。自己申告制。勝手に殺すなよ。やぶしかいねえ。やだな。手術失敗したら今回は魔人の負けのようだねってやるんだろ。殴るわ。ぶん殴るわ。こうやって脈ねえな。こうやってやるよ。ぶん殴ります。わら、俺死んでる？多分そう。一応悔しそうな顔してフィードバック求めてくるよ。あ、そっかそっか。いやーまさか免許なき医師団でここまで発展すると思わなかったな。話が免許なし医者メーターのサイト作ってこんな面白くなると思わなかった。ブラックジョークのオンパレード全身麻酔。いや毎日は気づきだよ本当に。次はいかがでしたか医者団が来る。終わっちゃうのかよ。いかがでしたか医者団。おつけんす。はいはいはい。多分今日いっぱい来るから多分いっぱい来るからって言って来なかったら恥ずかしいんだけど。だからお前らふるってコメントしてください。なんかドロップできてみたけどこの配信これからも行ってみようかなそう思えるような楽しいコメントにしましょう。政治宗教の話しなきゃ別に何もいいから。経済の話は基本的にダメだけど日経平均株価の話だったらいいからね。今日の日経平均はなかなかだった。今日の日経平均株価は動いてねえんだよ。今日は株式市場閉まってんだよ。3日にやってるわけねえだろバカ。あと土日もやってねえよ。クソバカもいます。誰かに臨時でモデレーターをしてもらうしかないか。今日まともにやつけたりもいねえからモデレーターも外れるやつがいねえ。終わった。ぜひって言ってモデレーターやりたいって言ってるやつは絶対やらしちゃいけない。これ日本モデレーター協会から来ました全日本モデレーター連盟の社です。似たような連盟が2つある。初見です。連盟と協会はなんか悪いんだよな。実はプロゲーマー協会も2つあるんだぜ。両方ともプロゲーマーに対して何の影響力も基本的にありません。もともと意味あったんだけど、まあなんか成り立ちで言うと、あのもともとさプロゲーマーって高額賞金支払えないっていうのがまあ昔あったんですよ。そういう問題が高額賞金が払われない理由っていうのが何だっけな。あれはそう景品表示法っていうのに引っかかるからできませんみたいなこと言ってたんですよ。でそれでじゃあどうやったら高額賞金支払えるのかなって時にボクシングとかの選手とかって正規かなんかって扱いになっててそういう扱いにするとなんか一応まあなんか政府になるみたいな。だからその全員そのプロゲーマー協会とまあ契約をしてで全員出演費って形で給与払うことによってまあ高額賞金支払われるよって仕組みを作るっていうのでダンって作ったんですよ。やりましたって俺たちやっちまいましたよっつってやったのよ。やったら作った1ヶ月後ぐらいに消費者庁があいやそういうの問題ないですよって言い出して終わった。うん意味ねえじゃん。そうなんですよ。からあの意味のない協会ができましたっていうのが日本の e スポーツ協会です。